皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はアメリカ宇宙開発の歴史の続きをしていきます。もう帰ってきたのかよ。まだしばらく用務でよかったんだけどな。必死で帰ってきたんだから少しはねぎらいの言葉があっていいんじゃない？今度こそミール鉱山に行けたのか？ミールはミールでもミール展示館だったけどね。は？ミール展示館？北海道の苫小牧にある施設よ。なんだよ、鉱山じゃなく展示施設かよ。がっかりだな。なんでマリサが飛ばすといつもソ連と関係する場所なんだろうね。もしかしてソ連スキーなの？んなわけあるか。そんなソ連スキーのマリサには申し訳ないけど、今回はアメリカのアポロ解説だからね。もう好きにしてくれ。さて、前回ではアポロ計画に合わせて建設したケネディ宇宙センターを解説したけど、今回は同じくアポロ計画に合わせて建設したジョンソン宇宙センターを解説するわ。ケネディ宇宙センターって発射施設だったよな。ジョンソン宇宙センターって何のために作ったんだ？有人宇宙計画を推進するためよ。ここは有人宇宙飛行の研究とか宇宙飛行士の選抜と訓練、ミッションの管理などをやってるところで、 NASA における有人宇宙飛行の本部と言えるところね。それをアポロ計画に合わせて作ったのか。そうね、ケネディ大統領が月面有人着陸を宣言した1961年に建設計画が上がり、翌年の1962年4月から建設開始。事務棟や訓練施設、研究開発や製造工場など基本的なものは1963年に完成したわ。1年そこらで完成させたのかよ。10年以内に人間を月に着陸させ安全に地球に帰還させるというケネディ大統領の約束に間に合わせないといけないからね。ぼーっとしてる暇がないな。このジョンソン宇宙センターは1963年の9月から運用を始めて、ミッションの完成は1965年のジェミニ4号から始めたんだけど、それまでどこでやってたと思う？どこだろうな、ケネディ宇宙センターとかか？ケープカナベラル基地に設置したミッションコントロールセンターで完成してたわ。あんま聞いたことないところだな。1961年の初飛行から運用してたけど、計画が複雑化するにつれて必要な機材や人員が増えていってね。どう見ても手狭になるから、ジョンソン宇宙センターに新たなミッションコントロールセンターを作ったわ。ということはお引っ越しか。ジョンソン宇宙センターのミッションコントロールセンターには管制用の部屋が2つあってね。ミッションオペレーションコントロールルーム1と2があるわ。ちなみにミッションオペレーションコントロールルームを略してモーカーと呼ばれてるね。なんで2部屋もあるんだ？サターン 1B で打ち上げたものとサターン5で打ち上げたものの管制担当が違うからよ。サターン 1B で打ち上げたアポロ5号と7号、スカイラブ2号から4号、アポロソユーズテストはモーカー1で完成。ジェミニ4号からとそれ以外のアポロはモーカー2で完成してたわ。へぇ、ロケットで違うんだな。ちなみに、モーカーでは宇宙飛行士と音声通信をしたり、宇宙船とデータ通信をするわけだけど、モーカーと直接通信してるわけじゃないんだよね。どういうことだ？すべての通信は、ゴダード宇宙飛行センターを経由して行われてるわ。なんで直接しないんだ？それは、ゴダード宇宙飛行センターが NASA 最古の施設だからってのもあってね。ゴダードは今でこそジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡などといった科学探査がメインの施設だけど、最も歴史が古い施設だから、昔から宇宙開発体制の構築も担当してて、その中には通信体制の構築もあったわ。へぇ、そうなんだな。アメリカ初の有人宇宙飛行計画のマーキュリー計画がスタートするまで無人機の運用しかしてなかったから、無人機の追跡とデータ通信をする設備はあるんだけど、有人宇宙飛行向けの音声回線がないんだよね。まあ、無人機に音声回線なんていらないもんな。それ以外にもう一つ課題があってね。これまでアメリカ国内にだけアンテナを設置してたから、宇宙機がアメリカ上空を通過する時だけ通信をしてて、宇宙船が地球を一周するおよそ90分のうち通信できる時間が15分程度しかないのね。通信できない時間の方がはるかに長いのか。無人機の場合はそれでもいいんだけど、有人宇宙船の場合はそういうわけにはいかなくて、空白の時間帯に問題が発生した場合、地上からの迅速な支援が受けられないのと、地上も宇宙船の状態をデータで確認できないから、できるだけ空白の時間帯を作らないことが重要なんだよね。じゃあどうするんだ？その課題を解決するために、追跡と通信体制を構築して管理する専門の部署、 NASA コミュニケーションズシステム、通称 NASCOM をゴダード宇宙センターに設置して、
アンテナ、回線、追跡コンピューター、交換局などといったネットワークの研究と構築を担当したわ。それで最初に構築されたのが、通称マーキュリーネットワークと呼ばれる追跡通信体制で、アメリカ国内はもちろん、キリバス、メキシコ、オーストラリアなどに協力してもらって、アンテナと回線を設置して、陸地がないところには貨物船に追跡装置を搭載した船を派遣していたわ。すげえ徹底してるな。こういう有人宇宙船の追跡と通信を担うネットワークを総合して有人宇宙飛行ネットワークといってね、マンドスペースフライトネットワークを略してミスフィンと呼んでたりするわ。ちょっと強引な略し方だな。ちなみにこの図を見ればわかりやすいと思うけど、ここにゴダード宇宙センターがあって世界各地から集まってるよね。本当だな。 NASA の通信追跡ネットワークってゴダードがハブとして機能してるから、今も昔も一旦ゴダードに集まってそこでコンピューター処理をして NASA の各施設や世界中の宇宙機関に転送されてるわ。じゃあ地上から宇宙船に向けて送るのも同じなのか？同じよ。ゴダードで変換や交換などをして世界各地のアンテナから宇宙船へ送ってるわ。すげえでかい規模でやってんのな。こういうネットワークについてはアポロ11号が月面で行った配信ライブ放送の仕組みで詳しく解説するわ。長くなりそうなテーマだな。さて話をモーカーに戻して、アポロ計画ではモーカーのうちどこの席がどんな役割についていたのか簡単に解説していくね。手短にな。まずこの席がフライトオペレーションディレクターという一番偉い人が座る席で、この部屋で行われる全ての役割の全責任を負うわ。一番ドキドキする立場だな。その右側にある席は NASA 本部から派遣された担当者が座る席で、モーカーと NASA 本部の間の連絡要員だね。そんな役割もあるんだな。そのさらに右側は国防総省から派遣された担当者が座る席で、着水した宇宙船は海軍の艦船で回収したり、追跡するのも海軍の艦船だったり空軍の航空機だったりするから、そういう国防総省との間の連絡要員を務めるわ。さっきのと似てるな。一番手前の席は広報担当者が座る席で、ここからテレビやラジオ向けの音声を出したり、メディア向けなどの情報提供を行ってたわ。だからテレビが置いてあるのか。2列目に移って、一番手前にある席はアポロ11号から運用が始まった軽装及び通信担当でね、月面での船外活動や科学探査など月面で活動する宇宙飛行士との通信やデータ分析を担当したわ。月面での活動だからアポロ11号から始まったのか。その右の席は運用手順担当官で、計画されたミッションが手順通りに遂行されてるか管理監督したり、もしイレギュラーが発生したら手順の組み替えや一部の中止などを検討する人。その右の島はフライトディレクターで、一番偉いフライトオペレーションディレクターが全ての役割の責任を負う立場だったのに対して、フライトディレクターはミッション遂行に責任を負う人ね。その二つはどう違うんだ？例えば広報担当はミッションに直接関係しないし、モーカーのシステムに異常が発生しても直接関係ないから、そういうのはフライトディレクターの管轄じゃなくて、そういうのも全部ひっくるめて全ての責任を持つフライトオペレーションディレクターの管轄だね。細かいことを言うと、宇宙船が着水したらフライトディレクターの責任はそこで終わり、宇宙飛行士の救出や宇宙船の回収は国防総省の担当だから国防総省とフライトオペレーションディレクターの管轄だね。そういうことか。そのフライトディレクターと運用手順担当の間にアシスタントフライトディレクターがいて、その名の通りフライトディレクターの補佐をするほか、フライトディレクターが不在の場合は代わりを務めるわ。テレビのアシスタントディレクターみたいな名前だな。その右側の席はフライトアクティビティオフィサーで、ミッション中の宇宙飛行士の行動と手順を管理監督して、必要であれば手順の検討や変更を指示する人。さらに右の席はネットワークコントローラーがいて、地上のアンテナや追跡ステーションなどといった地上支援システム全般の運用管理をしていたわ。そういう情報もゴダードからやってくるのか？そういうことね。ゴダードってあんまり聞かないけど、縁の下のなんとやらなんだな。そのさらに右の席はフライトサージェンという航空宇宙医学の知識を持つ専門医が座るところで、ミッション遂行中の宇宙飛行士の体調管理や医療情報の提供をしているわ。途中で体調を壊すこともあるのか？緊張や重力変化でお腹を壊すこともあるし、不眠で悩むこともあるし、もしかしたら怪我をすることもあるから、
宇宙船内にはメディカルキットが用意してあって、フライトサージェンの指示の下で対処するわ。専門医の知識が必要な時に備えてるのか。ちなみにこれがアポロ宇宙船に搭載されたメディカルキットね。これが宇宙船の救急箱か。この中に乗り物酔い用の注射器と飲み薬、鎮痛用の注射器、軟膏、目薬、点鼻スプレー、シップ。絆装甲、口に加えるタイプの体温計、抗生物質、興奮剤、鎮痛剤、鬱血除去剤、下剤、睡眠導入剤が入っていて、着陸船に搭載されていたわ。結構豊富な種類が用意されてるのな。少し話が脱線するけど、このメディカルキットを NASA に収めてたのは、ベンジャミン・ウェルソンという会社で、この会社は他にアポロ計画ならではの部品を NASA に収めていたわ。なんだ、アポロ計画ならではって。これを見て、なんなんだこれ。掃除機の先端につけるブラシよ。掃除機、何のために？月面にはレゴリスという細かい砂で覆われてるから、洗剤活動をしてると宇宙服に砂がまとわりつくのね。その状態で着陸船に帰ると船内が砂で汚れてしまい、肺に入って健康を脅かす恐れがあるし、船内の電気系統がショートするかもしれないから、掃除機の先端にブラシをつけて宇宙服についた砂を吸ってフィルター除去をしてたわ。月でも掃除機がいるのかよ。アポロ11号では吸引力が弱くてあまり意味がなかったみたいで、アポロ14号から吸引力が強くなったわ。ホコリっぽいのは嫌だから、そういう改善は素晴らしいな。さて話を戻して、フライトサージェンの右隣にはカプセルコミュニケーターがいて、宇宙飛行士との音声通信全般を担当していて、非番の宇宙飛行士が担当してたわ。なんで宇宙飛行士なんだ？宇宙飛行士のことは宇宙飛行士がよく知ってるからよ。あと訓練を一緒に受けているから、円滑なコミュニケーションが取れるという理由もあるね。よく知ってる仲だからってことか。その右にはビークルシステムエンジニアがいて、宇宙船の全システムの監視と船外活動服の生命維持装置の監視をしていて、トラブルなどが発生した場合はその原因を究明して適切な応急方法を指示していたわ。なんだっけ、大きなトラブルがあったのって13号だっけか。そうね、この席で酸素ボンベの残量が下がりつつあるのを監視してたね。そんなの見たくもねえな。さて、最も前方にある列に移って、一番手前にある席はブースターシステムエンジニアで、打ち上げたロケットをケネディ宇宙センターから引き継いで監視する席で、その右の席はレトロファイヤーで、ミッションが中止になった際に帰還方法の検討や必要な逆噴射量の計算を担当。その右はフライトダイナミクスオフィサーで、ロケットから切り離された宇宙船が設定された軌道を進んでいるか監視したり、軌道の変更が必要であればその操作を指示するし、軌道を大きく外れて修正できなくなる恐れが出た場合はミッション中止の提案もする席。その右の席は誘導担当で、宇宙船に搭載されてるコンピューターやナビゲーションシステムに異常がないか監視する席ね。こうやって聞いてると結構細かく役割が細分化されてるんだな。でも思わない？何がだ？細分化されてても各役割につき1名か2名でやってるから、トラブルが発生したりミッション中止っていうヤバい事態になったらその人数で足りるのかってさ。まあ確かに計算とか検討とかいろいろやらないといけないだろうしな。実はこのモーカーにいる人たちは代表者なんだよね。え、どういうことだ？気になるなら次回来てください。本当の理由を教えて差し上げますよ。お前そのセリフ好きだよな。次回はモーカーを支える舞台裏とモーカーの今を解説します。今どうなってるのか気になるな。そして最後に大事なお知らせがあります。なんだ、解説やめるのか？そうじゃなくて、ヴィレッジヴァンガードとのコラボグッズの告知ページができました。え、マジで発売するのか？そうよ、販売ページは今制作中なので、できたらまた伝えるわ。マジかよ。マリサも買ってね。もちろんフルコンプリートするよね。フルコンプリートすると何かいいことがあるのか？得た利益は全部子供たちへの布教に使うから、宇宙がもっと盛り上がるわ。子供を洗脳するのやめや。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。しかしよくもまあヴィレッジヴァンガードとコラボできたよな。向こうからお誘いがあったからね。担当者が誘うやつのリストを間違えたんだろ。マリサはいつデビアスとコラボするの？
これまで宝石妖怪からコラボのお話あった？おっと、そろそろ年越しの準備をしなきゃだな。リストの間違いすらないの？うっせ、年越しそば食べさせてやんねえぞ。ふふ、それは困るわ。